ニューヨーク市地下鉄の車両基地一覧、コニーアイランド車両基地コニーアイランド車両基地、車両工場内の様子コニーアイランド車両基地は、ニューヨーク市のブルックリン地区コニーアイランドにある、ニューヨーク市地下鉄が運営、管理する総合車両基地である。ここでは、また全路線全車両の管理及び研修などを行う、車両工場も併設されている。本校では、その車両工場、 オーバーホールショップについてもここで記する。1926年、元々は湿地帯予定地だった土地をニューヨーク市交通局が買い取ったことから始まる。車両数の増加によりこれまで既存の基地が手狭になったため広大なコニーアイランドを選んだという土地の規模としては世界最大である。なお、車両基地周辺には 人通りが少ないので外国人による単独行動はあまりおすすめできない。新車受け取りなどは東基地と207丁目車両基地などで行う。また、車体修繕工事は隣接するオーバーホールショップで行う。またの路線で B、G、N、Q、W 系統の車両がコニーアイランド車両基地で整備されている。前期の通り、またの 全路線全形式を受け持つ車両工場である。ここでは営業車両のほかに保線車などの検査修理も行っている。過去には落書きのひどかったレッドバードの修繕や R44R46 型のリフレッシュ工事なども受け負った。ありがとうございます。